はい、今回は令和の支持率が確実に上がり、野党第2位となったことと、消費税廃止がいかに大切か。このことについて考えてお話ししていきます。今回もよろしくお願いいたします。あと、ここ最近のですね。政治のまあ話っていうか、まあ、そういったことについてもわかる限りお話ししていこうと思います。あのリスナー様からコメントをいただきまして、まあ、消費税が上がっても。 例えばですね老後のまお金とかきちんとしたまあその国民の社会保障に充てられればいいのではないかというご意見があるんですがその方っていうのは真剣にそのことをま書いていただいたと思うんでま僕もあの真剣にそのことについて考えてあのお答えしようと思うんですが僕はそれは無理だと思いますなんでかっていうとう根拠があります。 例えば、まあ僕もまあ皆さんもそうですが、僕たちがね老後を迎えるときに、老後に例えば年金をもらえるとか、社会保障が充実している、その僕たちの老後はあまあね安定して過ごせるんじゃないかと思う、まあその考えはあるかもしれないんですが、その手前があります、僕たちが安定した老後に行けません。消費税が30%、もしくは消費税が20%になったら、うん、日本社会って多分崩壊すると思います。 なんでかっていうと、日本社会っていうのは90%の中小企業が支えてるんですね。で、その中小企業の、えー、倒産理由として消費税があ納税できないっていうことであったり、少し前にインボイス制度が始まって、個人フリーランスの方が廃業したりっていうことで、えー、国民の経済活動を阻害するからです。そういったことから考えて、道っていうのは一つです。消費税廃止しかありません。えー、僕はそう思ってます。で、えー、山本太郎さんもそうおっしゃってますし、えー、令和を支持してる方っていうのもね、 そう思う方が多いんじゃないかと思うんですよ。で、この消費税っていうのは何が問題かっていうと、まあこの話何回もしてるんで皆さんもご存知でいらっしゃるかと思いますが、日本国民の個人消費の妨害っていうのがあるんですね。あの GDP 個人消費が全然上がらない、経済の循環が悪いっていうのがあるんですが、もう一つあるんですよ。中小企業の倒産理由にこの消費税が関係し大きく関係しているっていうことがあるんですよ。なこれをなくさない限りは 今のね、この景気が厳しい状態、景気が悪い状態において、どん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 中小企業の倒産があると、増えると、そういったことが、まず一つ大きな問題があるんですよ。で、まあ、それについてちょっと関連するところっていうことでもね触れていこうと思うので、まあ、ちょっと今回はいろんな内容についてお伝えしていこうと思うので、よろしくお願いいたします。 でこちらもですね、最近の政治の話ということで、まあ、リ,リスナー様からコメントいただきまして、まあ、この件についてはいろいろ皆さん思っていらっしゃると思うんで、えーまあ、僕の、まあ、思うところっていうことこをお伝えしますが熊本の選挙がありましたよね、えー、つい最近で熊本の選挙で、えーまあ、自公の人間が当選したんですが、えー、熊本というのは自民党のお膝元とかって言われてるんですがいやいやいや,いやそれだけじゃないでしょ 不丸ののいいが高ででしょ普通に考考ええてこううをるべきなんですよ例えばですね、この不丸について考えると、そんなことはないんだとかって言うんですが、じゃあ、これはどうですか、熊本知事選ですね、その投票箱に鍵がかかったまま、ねえー、頭角が出てるとおかしいでしょ、中見てないわけでしょ、で、年々その不丸の可能性ってあるじゃないですか。で、別にあの不丸があるからね、諦めるとか、そういったことじゃないんですよ。 不丸があることを想定してですね、国民がそういうことに関心を持って、うん、それをね、えー、阻止していかないといけないわけですよ。で、国民がですね、えー、多く選挙に行けば不丸できませんから、いやいやだって箱も開けてな何でわかんのって話になるでしょ。で、いあの不丸が起きる理由っていうのは色々あるんですが、まあ、その一つに、 国民の選挙に関する投票に関する無関心さということが関係しているんですよ。だからこういったことをみんなで考えて、ね、しないようにさせないようにして良い方向に向かっていこうと、まあ、そういったことを考えています、僕はで皆さんもそう思っていらっしゃると思います。で例えばです、ね、どうしたらいいんだって、ね、それすぐ、ね、こうしたらいいって答えわからないですよ。そういうことを考えてその世論が、ね、そういうことを許さないふうになればその時点でも変わりますから。 別にどこに入れたって変わらないじゃないか、選挙なんて興味ないじゃないか、その時点だともう自民党、公明党の、ね、自公の組織をに好き勝手やられて、日本崩壊しますからね、それを国民がきちんとそういうことに、ね、目を光らせることによって変わるわけですよ。で、えー、日本がですね、まず本当にもうどうにも今ならない状態っていうのは自民党が原因なんですよ、自民、自公。だから自民党の改定が必要です。でさ先ほどの、ねえー、話消費税 この後も消費税をお話ししていきますが、自民党というのは消費税を廃止しないんですね。なぜか後ろに大企業、経団連が自民党とつながっているから、票と金をかんあの、ねえー、交換しているからあ、やめるわけがない。で、インボイス制度というのは自民、公明、維新が始めて、日本国民が困っているけ,どけれど、こういうことを全くやめない。うん、で、岸田とか自民党というのは、少子化対策と口では言いますが、何もしない。少、う、子、ん、化対策をするのであれば、消費税を廃止して、子どもの学費無償化、そういったことが必要だが、何もしない。 そして全く必要のないガラクタをアメリカから買って、どん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 金,金をすり減らしている。日本国民のためになることを何一つしていない。これが自民党です。これが自民党の正体。で、そういったですね、自民党のおかしさに国民が気づき出してですね、令和、山本太郎さんに関心が向いているのは、これはこれ、すごくいいことなんですよ。で もしもですが自民、自公がこのまま続いたら日本というのは確実に有事に巻き込まれる有事に突入する可能性が非常に高いと思います。大問題です、すで先ほどの消費税とあとインボイスの件で関係していると思うんですがまたですねここ最近、自枠する人とか、率が自枠率が上がっているということなんですよ。 だからこれもわかるじゃないですか、なんでその自丸をするのかという理由はあるんでしょうけど、あの一つにはその経済上の問題というのがあるんですよ、生きることが苦しい今、日本なわけじゃないですか、日本において日本国民が自丸することを、ねえー、放置しておいていいわけがないんですよ、そう,そういった意味でも本当に経済政策が必要ということです、で例えばです、ね、今のこの自丸もそうですが、アベノミクスの時もかなり国民が自丸してるんでですよ。だから僕はがが嫌いい許せないんですよ。 で例えばその、国民が頑張って生きようと思っても、ねえー、そのトリクルダウンとかって,って意味のわからないことを言って、新自由主義をかざしてです、ねえー、一部富裕層が儲かりゃいいと、他の国民がね、えー、ど,どうしようがどうだっていいっていうことで、その犠牲になった日本国民がもう多数いるわけですよ。悔しいじゃないですかで、今もそういうことが起きてるわけですよ。それ変えていかないといけないでしょ。それ変えられるのは誰って話なわけですよ。 僕は令和山本太郎さんしかいないと思ってます。で、えー、令和を応援してる方っていうのは、まあ、ちょっと表現方法が違うかもしれませんが、えー、みんなそういうことを思ってる。だから応援してるんだと思います。で、そのみんなの思いがですね、えー、一つにまとまって、うん、政権交代、あるいはですね、その令和が政権の中枢に入って、より良くなることを願ってみんなで応援してる。そういったことなんで、流れとしては、あね、このままいっていい方向に行ってもらいたいと、そう思って、僕も日々ね、えー、令和山本太郎さんを応援してます。で、 あの比較的ですね、まあ、信用に値するということで、えーまあ、数日前なんですが、株式会社選挙っていうね、3月21日なんで、4日ぐらい前の、えーまあ、そのおー、まあ、データがあるんで、まあ、その岸田の支持率っていうのが出ていたんですね、で岸田の支持率がまあ少し上がってるってことで、これもわけわかんないじゃないですか、なんで支持率が上がるんだよって、意味不明だなとか思うんですけど。 うん、なんだかわからないですね、うん。僕は全く支持してないんで岸田は、岸田は大嫌いですし、安倍も大嫌いですし、自民党など何をどこをどう見て支持するのか意味が分かりませんけどね、とうま、ん、るそのものでありね、ね、えー、日本を有事に向かわせようとしてる、そのね消費税もね何もしないところで、訳わ,わかんないじゃないですか。でで、えー、こののすねあのー 選挙のいいところっていうのはあの、幅広い年代からアンケートを取るんですね。えー、10代、20代、30代、40代、50代、60代の7つのところに分かれて、えー、ね、えーまあ、アンケートを取ると、でそのお、まあ、年代と性別と、まあ、政党支持率っていうことで、でこの中でいろいろあるんですが、えー、ちょっと関心があるものが2つあるんでね、えー、この2つをちょっと見ていこうと思います。別に全部を見てもあれなんですが、あまりね、なんかどうかなっていうところがあるんで。で 今の、まあ、支持政党がどこかっていう話なんですが、その今の支持政党っていうところでね、うんえーまあ、そのものが出ているんですが、維新が12.1、令和が11.8、自民党が16.8、立憲が6.6、支持政党なしが36.9っていうこの数字が出てるんですね。まあ、自民党が1位にいますが、その下に維新、令和と続くんですね。で 維新と令和が僅差になってるんですよ。その差0.3なんですね。えー、このまんまいったら時間の問題で令和がひっくり返すと思います。維新というのは大阪万博の件もありますから、どん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 マイナスになっているはずです。で、えー、まあ、これはどういうふうにしているか分かりませんが、ねえー、他の操作他の情報ではですね、この表を操作している可能性っていうのもあるんですよ。分からないようにね。うん、で、この問題となっているのは、この支持政党なしのこの36.9なんですよね。 えー、ここに令和の票が入ってるるとも取れるんですよまあ、このこれに関してはねこの株式会社選挙に関してはそういうことをしてないとお、まあ、思うというか信じますけど、まあ、他のそういったものであれば全然あるんですよ特にね、えー、電話調査とかっていうのは全くのデタラメをしてる可能性があるんでだから流れとしては、えー、ねえー、その 令和がもう維新に迫る勢いで、そのままひっくり返るんじゃないかと、だこれ、時間とともにね、ひっくり返っていくんじゃないかと、いい流れを、まあ、感じます。令和が維新を超える、そういった流れです。で、今度、次、次がですね、選挙の2枚目をど,どこに投票するかっていう、まあ、これなんですが、自民党が14.2、維新が14.7、令和が13.3、立憲が9.1、分からないが28.9と、まあ、こういったあの数字が出ています。 うん、これにおいても、おね、え令和が維新にもお、まあ、迫る勢いなんですよね。でこの立憲民主党というのが野党第一党って言ってますが、全く話にならないわけですよ、ポーズだけ、立憲民主党イコール自民党ですから、後ろにです、ね、え経団連、連合がつながっている、まあ、プロレスをしているということで、国民がです、ね、こういったことを分かっているのか分かっていないのか分かりませんけれど、まあ、こういったことになっていると。うん、だから、あの 令和がえ確実に、えー、ね、えー、その数字を伸ばしているっていうことで、うん、で、自民党に問題があるっていうことを多くの国民が思ってるわけですよ。それっていうのはいいことなんですが、そんなにけ分かんないの、なんで岸田の支持率が上がるのって話じゃないですか、上がる理由ないでしょ。だからそういったのもデタラメ操作をしてる可能性もあるんですが、あのこの問題があるんですよ。だからこの問題をみんなで、えー、考えないといけないんですが、うん、自民がだめ。えー しかし、野党もダメっていう考えですね。で自民はダメなんですよ。で野党もダメなんですけど、令和がいるじゃないですか。でそういうことに多くの人が気がつく必要があるんですね。で、この後にその消費税の話をしていきますが、その野党第1党とかね、野党がプロレスをしてるとか、立憲民主党とかそういうのがあるんですが、その中で令和が頑張ってるわけですよ。だから、まあ、令和に注目するっていうまあ当たり前の話です。で 本当に言うと、野党にもっと頑張ってもらわないといけないんですが、野党共闘っていうのも難しいと思うんですよ。野党、例えば立憲民主党とか手のひらを返す可能性が高いんでね。だから、あのーまあ、僕は令和か共産しかないと思ってます。うん、ただ、それですと、ちょっと議席数の問題がね、どうのこうのとかっていうのがあるんで、ちょっとなんともっていうところがあるんですが、とにかく自民、自公、維新ではダメっていうことは分かってるんで、それを国民がですね、共有する必要があると思います。で 先ほどの消費税の話をちょっと真剣に、ねえー、考えていこうと思うんですが、山本太郎さんが前おっしゃっていた話をです、ねえーまあ、踏まえながら、考えながらいこうと思うんですが、あの令和のです、ね、消費税廃止の考え方がすべてなんですよ。すべてで正しいんですよ。これあの、ちょっと語弊があるかもしれませんが、100%正しいです、これあの。これ以外に正しいことは僕はないと思います。 あのなんでこういった正しいものを、ねえー、あのきちんと言えるのかっていう、まあ、山本太郎さんが勉強されてるっていうこともあると思いますが、もしかしたら、あのこの日本の経済をきちんと分かってる人がね、その令和の中にいるのかもしれませんが、もう答えが出てます、でそ,れをその答えを山本太郎さんがおっしゃってるわけですよ、だから変な話ですけど、日本国民はこのことを全員理解すればいいだけの話なんですよ。 いちいちだからそのねでたらめな話とか財務省のでタらめが出るからそれに踊るんですけどそれに踊ってはいけないんですよ答えはもうこれなんですよ別に決まってるんですよ僕はこれ100%、うん、もっと言っていいか分かりませんが100%これが正解だと思ってますうんこれ以外に道はありません何を言ってるのかっていうと令和の消費税廃止っていうその考え方そしてその考え方のプロセスどういった過程を経てそういったことになってるのかっていうと えー、中小企業の倒産理由があ消費税の滞納なんですよね、6割が消費税を滞納して中小企業は、えー、倒産するっていうことなんですよ。で、さっき言いましたよね、消費税が上がったらどうなるんですかって、中小企業、中小零細が倒産するんですよ。そうしたらどうなりますか、中小で働いてる人の家族も路頭に迷うじゃないですか。だからもう、そういった時点で、消費税を上げるなんていうことは、もうね、あってはいけないことなんですよ。で山本太郎さんががおっっしゃってますが 消費税っていうのは、もともとなかったものを導入した。で、そして、どん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 日本の経済が冷え込んでいく。で。 あの消費と所得の関係っていうのがあって、消費っていうのは、あのねえー、その誰かが消費することで、それは誰かの所得になるんですよ。で逆に言うと、消費がね、冷え込むってことは、所得が冷え込むってことですよ。今って所得、消費が冷え込んでるでしょ。消費が冷え込んで、所得も冷え,冷え込む。あるいはですね、所得も冷え込んで、消費も冷え込む。だから、つまり悪循環でどこからももう出せないんですよ。これの、だから糸口をね、風穴を開けていかないといけないわけですよ。うん で、日本というのは20年以上デフレが続いているんですよね。デフレというのは、まあ、消費と投資が失われていることです。まあ、デフレというのもちょっと語弊があるかもしれませんが今というのはスタグフレーションという状態なんですね、うん、生活必需品の値段がどん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 上がっていって給料はどん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 下がるというこのスタグフレーションという極めて経済状況上悪い状態に入ってるんですよマスコミはこのスタグフレーションという言葉をほとんど使いませんけどそういったことが分かってるんですね。 うん、だから何かっていうと、この失われた消費と投資を取り戻さないといけないんですよ、経済に需要を喚起しないといけないんですよ、そうしないと日本が崩壊するんですよ、そういったことまでもう分かってるんですよ、だから先ほどのお話でね、消費税がどうの、のもう道っていうのは決まってるんですよ、消費税を今はまあまんまいけません、上げるなど論外です、あの下げるっていうか、なくすしか道がないんですよ、で例えばね、うん、そういったこと言うとなぜかっていう話なんですが、こういったことが分かってるんですよね。 少し前のデータですが生活が厳しいと答えた家庭が57%半分以上がそう思ってるんですよシングルマザーの家庭では82%が生活苦しいと思ってるわけですよで貯金・貯蓄ゼロ世帯20代 60%30 代40代50代40%超えということで うん、だからみんな貯蓄貯金もなく、ねえー、本当に、まあまあ、僕が言うのも失礼ですが、まあ、僕も含めて、えー、その日、その月、えーねえー、もう暮らすのが精う精一杯な国民が多いわけですよ。この状態って何を意味,すか意味しますか少子化を意味しますよね。 この経済状況上厳しい状態で子供を作ってるとか無,無理じゃないですかだから全ての悪循環の原因にあるんですよ別に消費税だけが悪いわけではないですよただ消費税が大きな悪さを占めてるってのも事実なんで、うん、それをどうにかしないといけないんですよ政治の力を使ってね、うん で少子高齢化っていうことを言うじゃないですか少子化が加速して少子高齢化になりますよねえ高齢化したらどうなるんですかってもう国は面倒を見ないからもう本当にね道でなくなるとかそういったことしかないんですよ嫌じゃないですかそんなことだそれを国民がどうにかしてその国民の思いをえ叶えてくれる人にあの委ねるしかないんですよそれが令和の山本太郎さんしかいないと僕はそう思ってあの応援してるんですね うん、だからこのデフレの20年、デフレ20年からの完全に脱却しないといけないで、そのデフレの要因となったのは、消費税ですで。消費税を廃止すると、消費とか投資とか、そっち側の方向に行って、ぐるーっと経済循環が良くなるんですよ。で、よく、ね、この話もしてますが、消費税のでたらめっていうのがありまして、消費税は社会保障に使われていて、るっきりのでたらめですからね、ほとんど、ほとんど使われていません。消費税は何に使ってるのかっていうと、大企業の法人税の穴埋めに使ってるんですよ。大企業の減税の補填になってるんですよ。 法人税減税があー、ね、73%、ね、大企業の、ねえー、その 法人税の減収分になっっってててるるもかんでね、うん、だから消費税全くいらないでしょって話ですだから消費税と国民の,、ねえー、その年金生活、まあ、関係ないんですよそれっていうのはもう無関係なんですよそういうで,でたらめにですねあの踊ってですねあ消費税を払う消費税が上がってもこ国民のね僕たち国民の例えば老後は良くなる関係ありませんから、うん、だって消費税って僕たちの,その例えば年金とかそういうもので社会保障使ってないんだから うん、消費税っていうのは、大企業の法人税の穴埋めか、輸出大企業の還付金使ってるんで、なくせって話ですよ、本当に、国民が困るから、うん。で、これっていうのも、おまあ、よく言われる話なんですがあ、消費税を廃止したら財源をどうするのかっていう話なんですが、そもそもなんですが、消費税があることによって、この国の借金が増えたんですね、まあ、この国の借金っていうのもおかしい言い方なんで、ね、僕は別になんとも思いませんけど、別に国に借金があるからなんなのって話ですよ、あの円をね、すればいいだけですか全く困らないんですけれども、 1997年5、5%だった消費税があ、その前の段階では3兆円ペースで増えていたんですが、97年以降は20兆円ごとに増えていくということです。だから何を意味するのかって、消費税を上げるために国の借金がかさむんですよ。うん、国のの借金うも変だけどね うん、なつまり消費税を上げるために、えー、よく悪くなりますよっていうこと、でその消費税の話をよくしたときに財源が関係ありませんから、消費税の、ね、財源というのは国債を発行すればいいんですよで、例えばよく外国側とかギリシャ側とかって言うんですが、関係ありません、日本というのは、ねえー、円という、ね、その独自通貨ですから、通貨発行権を使えば別にまあ関係ないんですよ、円を発行すればいいだけ、別に日本円で借金をしてようがなんだろうが、ギリシャとはもうまるっきり意味が違う。 えギ,ギリシャはね、通貨がユ,ユーロなんですよ。外国だって、外国通貨建てだから借金がうどうにもならないんですよ。でも日本は地獄建て通貨でしょ。意味が違うんですよ。別に結構簡単な話なんですよ。で じゃあ、無限に金熱すればいいじゃないかって、そういうことじゃないんですよ、もう決まってるんですよ。インフレを2%までっていうことを決めて、それになったら、今度はそれでね、方針を変えていく、そしてそのインフレ2%になった時には、経済の好循環になってるんで、今とは状況がまるっきり変わってるんですよ。まあ、そこまでこの山本太郎さん、あるいは山本太郎さんの、ね、ところにブレーンがいるのか分かりませんが、それを考えてるわけですよ。それしかもう道がないんですよ。あと、よくその財源の話を出るんですが、財源っていうのはね、こういうふうにも取れるっていうことは分かってるんですよ。 所得税の最高税率を上げればいいということです。株とか金融資産とかね、そういったものの所得を分離せずに総合課税として累進性を強化すればいいと。これで29兆円の財源ができるんですよ。1年間消費税廃止できるじゃないですか。ここまで考えてるわけですよ。なんでかって言日本国民の生活がかかってるからですよ。しかし僕が話した話っていうのはほとんどマスコミは取り上げませんよ。山本太郎さんが街頭で言うことはあっても、ほとんどこういった話はマスコミが取り上げないんですよ。理由は単純です。消費税は大企業の恩恵だから。 さ先ほど言いましたよね、消費税は、ね、大企業の法人税の穴埋めに使われてるから、大企業としては法人税を上げたいんですよ。国民としては消費税が上がったらど、んど,んどんどん厳しくなっていくだけなんですよ。それを言ってるのが、令和新選組ということです。で、えー、いろんなところで,です、ね、れ、えー、令和のマイナスになることを意図的に、えーね、持ち出してると思いますが、僕はこういうふうに思ってます。これも単純な構造です。あの令和の上げ足を取ろうとしてるんですよ。 何か令和のマイナスはないかなということをマスコミが探している。あるいはですね、分かりませんけど、SNS でもそういったものを探している。そして何かがあったら、それを集中的に取り上げる。理由は何でかということです。山本太郎さんと令和が邪魔だからです。日本国民にとっては希望の星ですが、自民党大企業にとっては邪魔なんですよ。邪魔でしかしょうがないんですよ。自民党とか大企業は何を持ってるか、米は何を持ってるかって言ったら、プロレスしててほしいんですよ。政治のプロレスをしててほしいんですよ。 自民党と立憲民主党は表側は、ねうん、違うように見えて、裏で経団連、ね、連合とつながってプロレスしていてほしいんですよ。でも山本太郎さんはそのプロレスに応じないでしょ。本気で自民党と、ねえーまあ、どうにか自民党をです、ね、追い詰められないかということを考えているわけですよ。当然、自民党側も分かっているんですよ。山本太郎に追い詰められるなということを思っているので、だから自民党と経団連とマスコミが裏でつながって、山本太郎はダメだとかね、令和はだめだとか、そういったことを言って、プロパガンダを流してるんですよ。 この,このことからもわかるじゃないですか、自民党と経団連、マスコミは山本太郎さんを恐れてるんですよ。しかし、抑えきれなくなったんですね、今っていうのはどういう感じになったのかっていうと、山本太郎さんがですね、日本全国各地を回られて、消費税廃止っていうことを日本国民に、ね、真剣に切実に語ったことによって、日本国民にその山本太郎さんの言葉が届いたんですよ。 だから今までね、選挙に関心がないって言った無党派層も、あこのままではだめだなと思って、山本太郎さんにかけてみようと、令和にかけてみようと、そういった国民の関心がですね、山本太郎さんに向いてるんですよ。でよくあの、ね、この政治の話をして、まあ、僕も政治の話をしますけど、まあ、僕はその詳しいわけじゃないからね、あれですけど、よく政治の話をするじゃないですか、で右、左とかっていう人いますが、根本的に間違ってますからね。 右左ではないんですよ。右左っていうのは、そのね、宗、え、主、ー、国、英米の仕掛けたあ一つの作戦であり、右と左でね、えー、まあ、水を作るんですが、問題は違うんですよ。上下の争いなんですね。で、これ上下の争いになると、あのまあ、下っていうのも失礼ですけど、まあ、僕たち国民ですよ。僕たち国民が勝つんですよ。上っていうのは、自民党、経団連、まあ、そういった一部の人間たちです。新自由主義の側で儲かるごくごく少数の人間です。それが上です。じゃあ、下は何かって言ったら、国民大衆です。 うん、完全に数の力で国民が勝つんですよ。数の力に持ち込んだ時点で国民が勝つっていうことは分かってるんですよ。そして今、多くの国民が山本太郎さんに注目しているわけですよ。ここで大衆の考えが山本太郎さんによっていって、日本がひっくり返ればいい方向に行きます。そそうううでなかっったらもう日本っていののはあ 大衆が全然そういったことに関心を持たなかったら、えー、もうどうにもこうにもならず、日本崩壊であると僕はそう思ってます。僕はあの皆さんも思ってるでしょうけど、あのどっかのタイミングでいい方向にひっくり返ると思ってますからね、今、流れはね、別に悪くないんですよ、うん。自民党がおかしいことをしてますけど、ね、その有事に向か,向かおうとしてますけど、 あのそれとは別のところで、令和を支持している人のぐん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 増えているということで、流れが変わるんじゃないかと思っているんですねで。その流れが変わるというのも、まあ、大,大きい話ですがあ、その具体的には何かというと、山本太郎さんが語る経済政策、消費税廃止、あるいはインボイス制度を廃止することで、日本経済が再生する、うん、日本国民の生活が良くなる、逆にもしそれができなかったら、日本が崩壊する、うん、そういうふうに思います。 令和の支持率が高くなっているとはとてもいいことなんですよ。いい方向に向かってるんですよ。国民多くの人、大衆のです、ね、意見があ令和の方に向いている。で、えー、いつもお話ししてますが、日本をよくできるのは令和山本太郎さんしかいないと思ってます。なぜか消費税廃止に向かって本気で話してるのは山本太郎さんしかいないからです。他の議員がここまで言ってないでしょ少なくとも、こういう言い方よくないかもしれないけど、僕の話した程度の話もしないんだよ。そ,それで消費税廃止とか、消費税減税とか、笑わせるなよって思うわけですよ。 ということを思ったので、今回お伝えいたしました。令和の支持率が確実に上がり、野党第2位となっています。風向きが良くなっていますので、この流れで消費税廃止に持ち込む、そして政権交代をすることによって、僕たち、日本国民が暮らす日本が良くなることを願って、今回はこちらの内容をお話しいたしました。最後まで聞いていただきまして、ありがとうございます。今回はここで終わります。